日程第一、青年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律案、衆議院提出を議題といたします。まず、委員長の報告を求めます。政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員長、轟木俊治君。ただいま議題となりました法律案につきまして、政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会における審査の経過と結果をご報告申し上げます。本法律案は、青年被後見人の選挙権等を回復するとともに、併せて選挙等の公正な実施を確保するため、代理投票における補助者の要件の適正化等の措置を講じようとするものであります。委員会におきましては、発議者を代表して、衆議院議員、逢沢一郎君から趣旨説明を聴取した後、青年被後見人の選挙権等回復に関わる検討経過、青年被後見人選挙権訴訟の控訴取り下げに関わる見解、代理人投票制度における選挙人の意思確認のための方策、不在者投票の公正な確保のための具体策、障害者の投票権行使に関わる実務上の課題に対する対応策等について質疑が行われました。質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案通り解決すべきものと決定いたしました。なお、本法律案に対し、付帯決議が付されております。以上、ご報告申し上げます。これより採決をいたします。本案の賛否について投票ボタンを押し願います。まもなく投票を終了いたします。これにて投票を終了いたします。投票の結果を報告いたします。投票総数178、賛成178、反対ゼロ、よって本案は全会一致をもって可決されました。本日はこれにて散会いたします。